ごご紹介ありがとうございます、えー、私ですね、アルガルバイオ取締役、CRO、CTO の安井と申します。えー、といそはです、ね、NEDO の皆様には、私ども大学発スタートアップなんですけれども、さまざまな支援、さまざまな形でのご支援、それから本日もこのようなマッチングイベントをですね、ピッチの機会をいただいて、本当にありがとうございます。藻類の可能性を解き放つ独自のビジネスモデルと、藻類バイオファンデリーの活用による CO2 有効活用。 本日でですすね、あのこのような題で発表させていただきます本日はあの皆様にですね、藻類の可能性について少しでもこう触れていただければ、知っていただければなと思ってお話したいと思います。まず初めにですね、地球1.7個分、この数字が何を表しているか、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。あの私どもはですね、えー、地球上の生態系のこうもたらす、 生物資源を食べるもの、衣服、それから住むところ、衣食、住ですね、はですべてね、地球の生態系に依存しております。地球が1年間に生み出す生態系の、えー、生物資源、まあ、これをです、ね、あの一度しますと、1年間に1.7個分あの消費をして、今の生活が成り立っております。まさに地球が足りないと、まあ、こういう状況でございます。 オーバーーバシュートデイこれはの国際シンクタンクが発表している数字なんですけれども年初から数えてですね地球の1年分の資源を使い果たした日これは今年はですね7月28日に迎えております日本は5月に地球の日本の生み出す資源を全て使い果たしていると、まあ、このような状態でございます我々アルガルバイオは地球環境の課題、まあ、この課題をですねぜひ総理を活用して 解決していく次世代により良い社会をつくっていく、まあ、そんな社会を目指して循環型社会からえ目指す共生社会を目指す,です、ね、あの展開に強い意志を持って取り組もうと考えております地球規模の課題を解決する鍵として総理があると私どもあの強く信じております。 総類といっても皆様、なじみがないかもしれませんけれども、約20億年前に地球上の CO2、これをですね酸素に変えて、われわれが詰めるようにこの地球環境を変えたのも総類です。また、石油や天然ガス、まあ、これもですね石、えー、化石燃料等は総類をはじめとする生物が化石化することで成り立っているとも言われております。この総類、さまざまな可能性がございまして、 例えば DHA、EPA、人間の脳の発達に不可欠なものですけれども、これはですね、魚が作るのではなく、藻類が作ったものを魚が食べて、まあ、それがですね、あの人類に貢献をもたらしていると、まあ、こんな可能性がございます。グリーンバイオという言い方をしておりますけれども、タンパク質素材、藻類ですね、乾燥させただけで30%から多いまだ70%のタンパクを含んでいます。今まで食べていない新たなですね、特に農耕地を使用しない、 タンパクの生産方法として、総理は大きな可能性を秘めております。最後に、ホワイトバイト領域、総理がエネルギーになり、えー、燃料になる、まあ、これはさまざま検討がさされているところでございます。これらの可能性を、まあ、可能性が可能性で終わらないように、サイエンス、研究開発、この力を使ってです、ね、お客様や市場が求めるものを作る、まあ、ここから私どもの取り組む、まさに挑戦していくフィールドであると考えております。 もう一点藻類と思います草類と一言で言っても、陸上植物以外、植物はほとんど総類に分類されます。約30万種あると言われておりますけれども、野菜で800種、えー、哺乳類で6000種ということですので、この30万種、非常に多いと思います。一方で、産業的に利用されている総類はわずか30種類です。 まだまだ見るような資源が可能性が秘められているという言い方をしても過言ではないと思いますなぜこの30種類にとどまっているかとこれまでの総類産業についてはプロダクトアウト型、まあ、こういう形の開発が多かったからだと考えております単一の総類種を大量培養法を検討し出来上がったものを商品として開発していく、まあ、こういう形の開発がなされてきました私どもはマーケットイン型を目指しております 総理医はたくさんありますのでお客様のニーズ社会のニーズからですね総理医師を選んでそれを商品開発して商業化していくとこういうプロセスを経たいと思っておりますなぜこんなことができるかと申しますと我々独自のビジネスモデルと仕掛けては総理ライブリーを保有しまた東大発でですねデータを持ちいろいろな育種技術を持つ、まあ、こちらをですね活用することで 新たな産業として成り立つようなソウルを活用する社会に向けてパートナーの皆様とパートナー企業の皆様と開発する開発プラットフォームを目指していきたいと考えております。私どもの技術基盤についてご説明したいと思います。ソウルのライブラリーは東京大学に依頼する年20年以上の研究20年以上の研究したがございます。 ここにスクリーニング技術さらに育種や培養技術を組み合わせ、まあ、それぞれの分野に適した藻類種を選んだり作り出したりすることができます例えばこれが一例なんですが藻類種をあというと一番右のですね緑色のような形、まあ、これが藻類の姿だと思うんですが藻類種を選び培養方法を変えることでいろいろな色が作れますこの中で黄色は例えば眼性ヒロに含ルテイン 赤色はアスタキサンチン化粧品に活用されたり高老化ですねまあこういうものに活用したりするものがすで、えー、に実用化できるというようなものも私ども作り上げておりますソ類のプラットフォーマーとして私どもは多,多種多様なソ類を使ってあるいは産業のニーズになったソリューションを提供していきたいと考えておりますソ類の二酸化炭素固定の可能性についてお話したいと思います カーボンニュートラルの視点で、藻類を例えばです、ね、あの森林の杉と比べますと、まあ、こちらのデータは一例なんですけれども、杉の100倍以上、藻類は微生物ですので増殖が早くて実験室ではです、ね、100倍以上の力で CO2 を固定することができます。現在、NEDO のです、ね、カーボンリサイクル次世代火力発電等技術開発。 まあこちらのです、ねえー、事業をあの関西電力さんのタクティッグを送ってお受けしておりまして、藻類を培養して CO2 を固定して、これを有価物、有用生産物とです、ね、それからのバイオプラスチック、バイオプラスチックは化石燃料の代替となりますので、まあ、こういうです、ね、新しい素材を作り出すという研究開発をまさにチャレンジしているところでございます。また、これらの取り組みはあの日本だけではなくて、海外でも非常に注目されている取り組みでございまして、 私ども、ですね幸いにしていろいろなメディアで取り上げていただいているところでございます。健康、食料、環境での新たな製品、ソリューションの開発、まあ、こちらにですねあのご興味のある方は、ぜひのこのマッチングの機会ですので、いろいろご意見をいただいたり、えー、まあご質問いただいたり、ですねあのマッチングさせていただければと思っております。私どもあのバイオファンダリー、まあ、これを活用してですね 総理が環境保全に取り組む、まあ、こういう社会を目指したいと考えておりますので、ぜひご理解とご協力いただける会社様には、あのこの機会にです、ね、あの意見交換させていただければと思います。本日はごご聴ありがとうございました <noise> ね